タジーメリメロ。初めましてでいいのかしら。ん？そうでもない？まあどっちでもいいわ。それであなたはこのゲームのプレイヤーで間違いないわよね。ではではようこそ。ミラージュとの絆を求める未来の英雄さん。それでお名前は？じゃあこれで準備完了。おい、しっかりしろ。くそ、あとどれくらい魔法が使えそうだ。ケアル1回分くらいかな。僕はもう MP すっからかんだよ。私が最後の力を振り絞ってストップをかけてみる。みんなその隙に。聞くわけねえだろ。あなたは大切なものを守るために全てを差し出す勇気を持っているの？そう、なら大丈夫。あなたにも託すわ。失ったものを取り戻したいと思ったときは探すといいわ。それはやがてヴァルガランで王を目指す者の道しるべとなるはずだから。
なんとか逃げられたようですね。びっくりしたのです。いきなりゲームオーバーにならわしがおらねば死ぬところじゃったぞ。お怪我はございませんか？ご主人いかがいたしましたか？なんじゃ、鳩が豆鉄砲くらったような顔しておるな。どこかお怪我をされたのですか？ん、いや違うな、こやつ記憶が飛んでおるぞ。は？これは意志の非連結における言うなればメモリーリープだろうな。この世界ならありえるだろうし、今後も頻繁に起こりそうだな。そんな、まさか私のこともお忘れになっておるな。先ほどの出来事はよほど大きな衝撃を与えたんじゃろうな。少なくともここ数時間の記憶はなさそうだぞ。じゃあ自己紹介のやり直しなのです。ドームサポーターのタマなのです。はいはい、かわいい妖精セラフィーちゃんのエースね。バンジャ、もっともわしだけはつい先ほど出会ったばかりじゃがな。マロック・メルクリウスでございます。メルとお呼びください。ご主人様の身の回りの世話や旅のナビゲートを務めさせて。この説明に戻るとは、なんと不憫な。えい、仕方ありません。セラフィー、いや大声出さなくても隣にいるじゃんよ。あなたのアビリティゴシップギャザーにてご主人様の記録を取っておりますね。だから声大きい。はいはい、撮ってますよ。では私めがリープ、つまり飛んでしまう記憶を読みやすいように漫画にして死んでましょう。セラフィー協力せよ。え、協力てか漫画の方が読みやすいでしょう。さてそれはそれといたしまして、これまでのことをまとめるためには多少のお時間をいただかなければなりません。そうですね、その間に冒険の続きをいたしましょう。記憶が飛んでしまったご主人様のため、この世界の補足説明をしておきましょう。今のバルガランは世界に安定をもたらす聖なるクリスタルが壊れ、世界中に異変が起き、各地を治めていた幻獣王も暴走している状態。それゆえか、あらゆるエリアに荒れ狂うミラージュが溢れてしまい、力持たぬ者は自由に歩くこともままなりません。私たちは先ほどまで始まりの地バロンにおりました。そこに戻りましょう。